ゲリット・アラン・コールは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍、ニューポートビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨークヤンキース所属。愛称は、コールトレイン。カリフォルニア州オレンジ軍で生まれ育ったが、ニューヨーク生まれの父の影響で、ニューヨークヤンキースの大ファンとなり、特にマリアノ・リベラ、ロジャー・クレメンスに憧れていた。 2001年のワールドシリーズでは、第6.7戦を、バンクワンボールパークの内野菜前列で観戦し、当時の新聞に、ヤンキーファントゥデイ、トゥモロー、フォーエバーと書かれたボードを掲げている11歳当時の写真が、掲載された。ヤンキースの選手と同じホテルに宿泊していた際、ロビーにいたデレクジーター、バーニー・ウィリアムス、ポール・オニールを間近で見て、大いに感激したという。 オレンジルーテル高等学校時代には、速球が最高98マイルパーアワーを掲示し、スカウトの注目を集める存在になっていた。2008年の MLB ドラフト1巡目で、ヤンキースから指名を受けるが、大学進学の意種が固かったためヤンキースが条件提示をするよりも先に、断りの連絡を入れ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学した。 高校生が一巡目指名を蹴って大学に進学するのは2002年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズからの全体28位指名を断ってスタンフォード大学に進学したジョン・メベリー・ジュニア以来であり MLB からのドラフト指名を蹴って UCLA に進学した選手の中では歴代最高順位だった大学時代は同学年のトレバー・バウー,ーと2枚看板を形成 2009年は日本で開催された日米大学野球選手権大会のアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では第一戦で7回にアンダム失点9奪三振と高騰した。2010年は AS としてチームをカレッジワールドシリーズ決勝まで導くがサウスカロライナ大学に敗れて惜しくも準優勝。同年は世界大学野球選手権の アメリカ合衆国代表として2年連続で来日。キューバとの決勝で先発し、7回で10安打を浴びながら無失点に抑えるが、チームは延長の末逆転さよならで敗戦。当時、早稲田大学の斉藤裕樹に通訳を介して、いつかアメリカに来いよと言葉をかけた。2011年の MLB ドラフト1巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名を受ける。 チームメイトのトレバー・バウアーも全体3位でアリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、同一大学からドラフト上位3位以内に2人が指名を受けたのは1978年にボブ・ホーナーが全体1位、ヒュービー・ブルックスが全体3位に指名を受けたアリゾナ州立大学以来33年ぶりだった。8月15日に契約金800万ドルで契約。 2013年までにメジャーへ昇格すれば、総額は900万ドル以上となる。2012年は、A 級ブレーデントン・マローダーズ、A 級アルトゥーナ・カーブ、AA 級インディアナポリス・インディアンスの3球団、合計で9勝7敗、防御率2.80、136奪三振を記録した。2013年は、AA 級インディアナポリスで5勝3敗。 防御率2.91の成績でメジャーに昇格し、6月11日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。7回途中2失点で勝利投手となり、そこから4連勝。9月は4勝0敗、防御率1.69でルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞。10勝7敗、防御率3.22を記録し、チームの21年ぶりのポストシーズン進出に貢献。 セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズでは、第2戦に先発し、6回1失点で勝利投手。第5戦では5回2失点ながら敗戦投手となり、チームは2勝3敗で敗退した。ピッツバーグパイレーツ時代2014年はブレイクすることを期待されたが、6月から8月にかけて、複数回の戦線離脱があったため、22試合の先発登板に止まった。 防御率、フィップ、ホイップ等の指標は、前年よりの気並み低下したが、11勝を挙げて、メジャーデビューから2年連続2桁勝利とし、面目を保った。2015年は、序盤から好調で、3、4月は4勝0敗、防御率1.76で、ピッチャーオブザム。前半戦終了時点で13勝3敗、防御率2.30、ホイップ1.12の好成績をマーク。 オールスターのメンバーに初選出され、2番手として、登板した。後半戦も、まずまずの調子をキープし、最終成績は32試合の先発登板で、防御率2.6019勝8敗202、脱三振、ホイップ1.09という好成績だった。防御率はナリーグ5位、勝利は、同2位、対、勝率は、同4位、脱三振は、同10位と、 主要部門で、のきなみリーグトップ10入りした。また、前年比でプラス70.0イニングながら、基本類打を前年と同数の11本に止め、被弾率を大きく下げた。これら大エースとしての活躍ぶりが評価され、サイヤング賞投票では4位 MVP 投票では19位体にランクインした。2016年は8月29日。 右ひいの不調で15日間の故障者リスト入りした。この年はこの離脱を含め数回の離脱を経験し、21試合の先発に止まって規定到達を逃した。故障の影響で成績も防御率3.887勝10敗、ホイップ1.44という内容で昨年よりも低調だった。2017年はシーズンを通して先発ローテーションを守り、 リーグ3位の203投球回を記録して2年ぶりの2桁勝利を挙げた。一方で、MLB 全体の本塁打数が激増する中で、前々年の3倍近くとなる31本の本塁打を打たれ、防御率はキャリア最低の4.26に沈んだ。ヒューストンアストロズ時代2018年1月13日に、マイケル・フェリス、ジョーマス・グローブ、 コリン・モランとジェイソン・マーティンとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。同年は4月には月間61奪三振の球団記録を樹立した。前半戦を防御率1.73で折り返し、オールスターゲームに選出された。その後も好調を維持し、最終的には32試合先発で15勝5敗、防御率2.88、276奪三振。 ホイップ1.03、脱三振率12.4の高成績を挙げた。2019年は5月までは、防御率4.02と前年比で調子を落としていたが、5月27日のシカゴカブス戦以降は、無傷の16連勝と圧巻の投球を見せた。ピッチャーオブザマウスを3回受賞し、オールスターゲームにも選出された。9月18日に、 球団史上3人目の300奪三振に到達し、198.1回での達成は MLB 史上2番目の少なさで関東なしは初のことだった。同24日には球団新記録を40年ぶりに更新する316奪三振に到達。最終成績は33先発を212.1回で20勝5敗、防御率2.50。 326奪三振、ホイップ0.90を記録し、奪三振率13.8は2001年のランディ・ジョンソンを上回る史上最高値だった。326奪三振は歴代6人目の記録であった。ジャスティン・バーランダーと共に史上2組目の300奪三振コンビとなった。ポストシーズンでは NLDS と NLCS で、 計3先発して3勝0敗、防御率0.40と驚異的な結果を残した。ナショナルズとのワールドシリーズでは、第1戦で先発したが7回後失点で敗れ、レギュラーシーズンから続いていた連勝も19で止まってしまった。第5戦の先発登板では7回1失点の力投で勝利し、今プレーオフでの奪三振数が歴代2位の47に到達した。 オフのサイヤング賞投票では、同僚のジャスティン・バーランダーに次ぐ2位だった。オフの10月31日にフリーエージェントとなった。2019年12月10日にニューヨーク・ヤンキースと、投手史上最高額となる9年総額3億2400万ドルで、契約合意したことが発表された。オプションとして、全球団トレード拒否権と2024年シーズン終了後に、 契約を破棄できるオプトアウト券が含まれており、平均年俸3600万ドルは MLB 史上最高額となった。12月18日に正式契約を結んだ。デビューから一貫して着用している背番号。45はルーク・ボイトの番号だったが譲ってもらう形で着用する。2020年はナインティーンの影響でシーズンの開幕が大幅に遅れる中、 移籍 1>, 1年目から開幕投手を務めた。開幕戦となった7月23日のワシントンナショナルズ戦では5回まで1安打のみの1、失点に抑える。その後6回表の途中に激しい雷雨で試合が中断し、そのままコールドゲームとなり、移籍後初登板で初勝利を挙げた。このシーズンでは昨年からの連勝を20まで伸ばし、これは MLB 歴代3番目に長かった、しかし8月26日のアトランタブレーブス戦で敗戦を起死し連勝を止めた。その敗戦から3連敗を記録していたが、9月11日のボルチモアオリオールズ戦でにアンダカンプーを挙げて連敗を止めた。その試合はダブルヘッダーだったため7回でカンプーとなった。ヤンキースの一員として初めて過ごしたシーズンでは、 73回を投げ7勝3敗、防御率2.84で94奪三振を記録した。9月29日のワイルドカードゲーム初戦のクリーブランド・インディアンス戦で無死球で13奪三振を記録し、リーグチャンピオンシップシリーズで13奪三振を記録したトム・シーバーと並び、ヤンキースの歴史では2番目に多い奪三振を記録した。 また12奪三振以上を記録して3試合に勝利したのは MLB の歴史の中で初だった。なお1位はロジャー・クレメンスが記録した15奪三振である。2020年のディビジョンシリーズ初戦のタンパベイレーズ戦では勝利投手になり5試合目では勝敗がつかなかった。2021年4月1日のブルージェイズとの 開幕戦で2年連続3度目の開幕投手を務めた。5月3日に4月のピッチャーオブザマンスを受賞した。常時95から96マイルパーアワー前後を掲示するフォーシームは最速で100マイルパーアワーを超え、長いイニングを投げても球速は落ちない。メジャー1年目の2013年は、このフォーシームに加えてツーシーム、カットボールの速球3種類を 投球全体の約80%としており、残りをスライダーとチェンジアップに当てていた。2種類の変化球は共に精度が良く脱三振率も高いが88から90マイルパーアワーと急速差がほとんどないため、打者の対応を比較的容易にさせている。2014年からは新たにナックルカーブを持ち玉に加え、緩急をつける投球を身につけた。このため、 チェンジアップの投球頻度は下がっている。また、2015年からは、スライダーと、急速さがほとんどないカットボールを封印した。リリースポイントに、やや問題があり、その影響で、甘いコースへの失投が多い。パイレーツの DM だったニール・ハンティントンは、その欠点の克服に自信を示している。また、制球力と球威には、定評があり、よし9、基本類だともに少ない。 2019年に101.1マイルパワーを記録した。妻のエイミーはブランドン・クロフォードの妹である。2020年7月3日、第一子となる長男が誕生した。ありがとうございます。